こっちは分かっているもので、分かっている範囲でここまで来てますというようなことをまず出すというようなことはできないでしょうか。まあちょっと今日ここで今すぐ出せって言われても無理だと思います。で、多分次の検討会なりですね、何なり新しく組織されれば、今の議論というのは、まあ、前向きこれからどういうふうにするかという話ですから、今おっしゃったように、今はどこまで分かってて、どういう可能性があるのか、特に18歳を超えた人たちの中で、先ほどやっぱり対象は検診を受けた人だけじゃないよねと、そもそも対象ってこうあるべきだよねって話も出ました。ただ、どうやって掴むのかって話について言えば、これはまあ相当の議論が必要です。ですから、場合分け、問題分けをした上で、どういうふうにしていくかということは、想定をして考えていくことになると思います。私はそう理解しました。それで問題ないですよね。はい。そうです。県の方も、今の座長の、お答えでよろしいのですか。一応、はっきりはっきり声を出す、そういうふうに理解しております。はい、ありがとうございます。はい、次、よろしいでしょうか。じゃあ3番目の方。ラッシュ科学の田中です。今日 の議論の中で出てきたことで、もし座長が持ち帰って検討するっていうふうに言われた中に入っていると思うので、そのことを確認したいんですけれども、今日の委員のからの意見の中にですね、あらかじめ放射線影響を把握するための実験のデザイン、検討のデザインがなされているべきだという趣旨のご意見があったと思うんですね。でそれは、星座長が持ち帰って県内医大にお伝えしていただくというものに入っているんですよね。あらかじめというのは、どういう意味で私が言ったというふうに、ちょっと私あらかじめ、他の方がそういうご意見があった、この、放射線影響を把握するための検討のデザイン、研究のデザインというものはあらかじめ持っているべきで、後からその後付けでですね、考えるというのでは間に合いませんねというご意見だったと思うんですけども、それはどの文脈でしたかね。ちょっと待ってください、どういう文脈ですか。市町村の1町村に分けるか4つに分けるかという話をしていたときに、つまりそのきちんと切り方とかですね、研究テーマを事前に決めておかないと、恣意的な分析だという批判を受けることになるでしょうと。だからきちんと事前に、研究テーマを決めることが大切なのではないですか、これは考えてくださいねという話があります。なるほど、事前にと言われてもですね、なんて言いますか、公表していく際にはもちろんそういうことになるんだろうと思います。ですからちょっとどこまでどういうふうに私が理解しているかと言いますと、少なくとも、今から被曝線量を、甲状腺の被曝線量を今から測るというわけではありませんから、そういう事前にというふうなことを言われるとちょっと違いますが、これから先、どんな捉え方をしていくのか、あるいはどんな公表の仕方をしていくのか、どんなふうに評価していくのかというのは当然恣意的に取られる、あるいは何か隠しているように見られるのは本意ではありませんし、そうすべきではないと思ってますので、合わせて検討することになると思います。はい、すいません。ではどういう分析するかっていう、そのプロトコルっていうか手順みたいなものをあらかじめ検討されるっていうことでいいんですか。それは明らかにしていくだろうですね。甲状腺評価部会の方で、具体的な議論をしていただくことになると思います。で出されてデータで誰も見せないで、俺たちがデータ分析したらこうだからこうしろよっていうような話には少なくともすべきではないと思いますし、その意味ではきちんと事前にというのは事前になるかもしれませんが、きちんとそういうプロセスについては表示するべきだし、あるいは後追いの研究が可能なようなものでなければおかしいと思いますので、それは当然科学性という意味では担保されるべきだと思います。はい、質問ある方よろしいでしょうか。じゃあ向こうの一番後ろ4列目。NHK の斉藤と申します。よろしくお願いします。甲状腺がんの症例の把握についてなんですけれども、まず今日、いろんな議論があって、座長は前向きに受け止められているとおっしゃられましたけれども、
まあ、そもそもこの問題、別枠の問題については2年前の部会からですね、当時の鈴木先生が、福島県立医大の先生がご指摘をされて、ご指摘を受けて別枠で報告することになると思いますというところから始まっている問題であって、今更ですね、検討をこれからしますということ自体が少しおかしいのかなと。2年前にも指摘を受けて、県立大の責任者が別枠で報告することになると思いますと言っていたことを受けて、まあ、何をされてなかったのかなというふうにちょっと感じるんですけれども、まず県側の方のご見解をお聞かせいただけますか。すいません、その前に私の認識は2年前の鈴木先生がおっしゃっていたことが今回のこの把握漏れの話と全く同一のものとは私も理解していません。申し訳ない。そうじゃなくて、彼が言っていたのは、私がもし間違ってたら訂正してほしいですけど、私が受け止めていたのは、その要は検診の結果として出てきたもので直接把握できたものはについては、そのこの研究の枠組みの外ではあるけれどもきちんと把握すべきだというふうに私は理解していました。ですから今回漏れたものが全く検討されずに出てきたもので、今回それがおかしいというふうに言われると、ちょっと私の認識が違っていたので、もしそれが違っているとすれば私は大きな問題だと僕も今思いますが、県の、まあ、少なくとも医大のその時の鈴木先生の発言の真意について、もし何か分かることがあるなら私にも教えてください。県民健康調査課の鈴木です。別枠という報告につきましては、甲状腺血検査とは別という意味で、発言されたものと解釈しております。議事録を見ていただければ、あの時は通常診療保険診療に回った場合というふうに明確に質問を受けて、まあ、その場合は別枠での報告ということを先生おっしゃられてたんですけれども、別枠というのは私もそういう意味だと思います。保険診療の枠組みに移った後で把握できたものについて、だからそれがその完全にその検診の連続性の中で断たれたものを、まあ、広く全て含む概念でね、まあ、今回の問題はもしかしたらその検診の後の一部のそういうブランクがあってということで、もしかしたら当時鈴木先生が想定されていたものの範囲の中なのかもしれませんが、私が今回議論してそうだよねという話に至ったのは、そういうものだけじゃなくて、要は検診の枠組みからの外のものも含めて、もし把握をする必要があるのであれば、その方法面も含めて議論すべきだというふうに私は理解したし、今日はそう発言したつもりです。おっしゃられている通りだと思うんですが、まあ、そもそも資料7に経過診察のために保険診療に移行した場合に診断された場合というのが一番上に乗っかっていて、まあ、そもそも今回の報道自体がそういう報道だったと思うんですね。でその報道を受けてこういう、図自体が、まあ、変わると、これまで延々使われていた図自体が変わってしまうということが、まあ、非常に2年間、まあ、放置をして、報道きっかけに変わってしまうということ自体が、この検査、まあ、把握の信頼性というものを揺らいでるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、座長、その辺の危機感というか、その辺は間違いないですか。私どものがこう、なんて言いますか、この甲状腺検査の中で、この県民健康調査としてやるべき範囲のことっていうのは、まあ、まさにここに黒いところが書かれているところですね。でそれ以外に、まあ、がんとして見つかったものを保険診療に移行しているけれども、それはやはりきちんと報告されるべきだと、それは評価につながるんだから、そこまではそうだと思います。ただ、さまざまな漏れがあるということについて、それをどうするのかというのは、やっぱり枠組みを超えての議論になりますから、もちろん当事者の理解や関係する人たちの理解、そしてそれをどういうふうにして汲み取っていくのかというようなことについては、制度そのものを考えなきゃいけない。これは検査の、この県民健康調査の枠組みでやるのか、あるいは調査ベース、お願いベースでやるのか、県が先ほど言ったサポート事業を拡大するというような形のやり方、いろいろあると思います。ただ、そこに気づいて、今これから変えようということですので、これまで何か放置をしていて、報道があったから慌ててというふうなことは私は当たらないと思っています。ただ、そういう批判があるんだとすれば、甘じて受けますが、あえて私が申し上げたいのは、これから先、そういうことを把握していくということの必要性について、少なくとも今日の検討会の中では、皆さん、そういう前向きの意見でしたので、さまざま、もちろんあれはあると思いますよ、
なんていうんですか、障害はあると思います。プライバシーの問題、さまざまあると思います。しかし最大限できる範囲については検討するべきだと思います。そのためにきちんとした議論をすることはお約束をします。はい、といってちょっとデータよろしいですか。あ、すみません、通常診療に回った方でそのまま診察次回の何問も質問されますとして、実は会については部会長が当時報告を受けておられたので、第5回の甲状腺評価会の春日委員に対しての鈴木真一先生の部会長に星座長ではなく報告を受けられたのは部会長なので、いやいや、先ほどの質問を星先生も答えているので、はいはい、でもそれを座長で、それは星、すいません、ルール守りましょうよ。あ、すいません、ね、はい、僕にルール守れって言うからルール守りましょう。お互いに今の発言はちゃんと許可を受けて発言をして、マイクを取ってみんなに聞こえるようにやってください。そして私が受けて清水先生をお願いするから、そうしますから。わかりました。はい、質問ある方よろしいでしょうか。じゃあこちらから4番目の方。あ、すいません、フリーランスの件ですけれども、ですね、まずちょっと質問の前に医大の今日の説明の仕方にちょっと要望なんですが、甲状腺検査のデータの発表内容の変更の件、それから二次検査の受診率、男女比等重要な問題に関して、今日も委員会の中でも出てましたけど、資料を出さずに口頭だけで説明するのはこれはちょっとルール違反ではないかと思うので、次回からぜひ改めてください。で、今日の件に関してもぜひ紙ベースで資料を出してください。いきなり口頭でバーバーと説明されてもですね、傍聴している人たちも分からないと思いますし、我々も把握するの難しいですので、これぜひよろしくお願いします。これは要望です。それから今日 の、 その地域別の発表をしないという件なんですが、ガイドラインで平成23年版というお話を今日されてましたけども、これガイドラインその後27年版まで何回か改定されているんですが、なぜ最新のものではなく当初のものにしているのか、ちょっと理由を教えていただけないでしょうかね。それと合わせてこのガイドラインの中でも事前の同意があれば公表は可能というふうにきちんと明記されているので、先ほど最初のアープラネットの方の質問からあったように、要するに同意の確認がきちんと取れるのであれば、これは次回の検討会を待たずにすぐ出すべきデータだと思うんですけども、その辺どうでしょう。何のガイドラインかよく分かりませんが、何のガイドラインの話をしたんですか今。いや、結局今の話も大津先生が口頭で説明していたんですけど、レセプト情報、特定健診等情報の提供に関するガイドラインと厚労省のものです、ね、はい、そう言ったときは分かります。ですね、今の話は、なんですかね、匿名性の確保という観点からして疑義が生じたということについて、こういう形で報告したいということで本日報告をいただきました。我々検討委員会としてはそういう報告を受けるということで合意していただきましたので、今回はこの形で受けます。二三中心同行とか早くに紙でよこせというのであれば、先ほど答えたのも同じ答えですので、もう一度答えますが、私どもにもう一度検討会の時にはきちんと紙ベースで説明をしてもらうようにしたいと思います。で、その際市町村別運動のことについてはきちんと議論した上で受け取りたいと思います。で、何か追加があればどうぞ。なぜ27年版ではなくて23年版で。それは分かりません、ごめんなさい。大鶴先生が何か意図を持って言っているのであればそれをおっしゃってください。それは意図があったわけじゃなくて、最新版をまた確認させていただきます。すみません、最新版に人口2000人という記述はあるんでしょうか。確認ですけれども、確認させていただきます。いや、確認させていただきますじゃなくて、先ほどご説明をされたわけですから、それは答えてくださいよ。ここでそれをね、確認するって言っても3ヶ月後じゃないですか。ちょっと今手元にないんで確認できないですけど、それおかしいですよね。で、それはごめんなさいね、ちょっと長くなって、ちょっと星座長にも今のお話、その検討会では今回のやつを受けるという話ありましたけれども、そもそもの説明が間違っている状態のデータを今回受けるというのは、それはおかしくないですかね。で、しかもそれを出すって言っても3ヶ月後じゃないですか。申し訳ないですけど、私たちはその
説明を受け、データの提供を受けて、でその上でどうしますかという話をして、で、あの、もし市町村別にといった意見もある中で、今回はこの形で受けるということをしたので、あの説明に虚偽があったり間違いがあるのであればあれですけれども、それにしても、あのその場外でいろんなことをするということではないと思いますので、正式にきちんと整理がついた上で報告を受けたいと思います。ちょっと1点だけじゃ確認です。あの今後も間違った説明をその場であったものに関してもその場で確認ができない場合、やっぱり3ヶ月後というふうにこう先々に先延ばしになっていくわけですかね。あの、まあ、それが どういう意味を持つのかよく分かりませんけれども、まあ、事前の説明なしに我々もあのデータをいただいております、申し訳ありません。そしてその上で我々も限られた時間の中でやり取りをさせていただく、それも同じだと思います。ですからそこに誤りがあるかどうかって見抜けないこともあるかもしれません。しかしきちんとあの我々も責任を持ってその責任を果たすつもりですので、何も3ヶ月後になるからどうこうという話では私はないと思います。一つだけじゃあ私が最後にします。あのこれ3ヶ月後にしなくても委員の方々、あの 常々ですね、まあ、常々かどうかあれですけれども、メールで連絡を回覧して連絡を取り合うことがあるわけですよね。そういう中でこういうものはあの後で公表すればいい話で、議論をしてすぐに公表するということにはこれはならないんでしょうか。あの検討会そのものの進め方についてもさまざま議論があると思います、それについてはあの今日はお答えしませんが、あのそういう意見があるのは聞きます。ただこういうふうになってきたのにいろんなその背景があってこうなっていますので、私が個人的に何かどうだ、これはこうするべきだというようなことを申し上げる気はありませんし、今後新たな組織ができて議論していく際にはそういったことも一つのポイントになるのだろうと思います。会そのものの進め方や情報の提供の仕方、事前の資料の扱い方、その他 今までずっとこうやってきたこと今あります。でこれについて私も意見がありますが、今後もう一回仕切り直しをする時点においてはそういうことも考えるべきだと私も思います。他に質問のある方よろしいでしょうか。3列目の女性の方フリーランスの服部と申します。よろしくお願いします。国連の科学委員会の白書で2回にわたって福島における甲状腺がんは被爆影響と考えられないという発表もありましたので、あのそろそろ甲状腺がんの検査による影響についての議論をする時期なんじゃないかなって考えております思うんですけども、検査のあり方について質問させてください。あの県民のプライバシーとか、あと県民の実際の生活への影響を考えて詳細な地域を出さないという判断がありましたけれども、そこから発生しまして、放射線被爆と甲状腺がんの因果関係を解明することと県民の不安に寄り添うことの2者を両立させることが難しいというあの委員からの意見がありました。で、あの子どものうつ傾向も K6 の13以上は全国平均の倍以上という状況ですので、あの検査を受け続けることによる子どもへの精神的な負担、不安を煽るという可能性があるのではないかと思っております。自殺の増加などの問題もありますよね。で委員からも一瞬お話し出たんですけれども、あの検査を全ての県民じゃなくて、あの不安を感じている人とそうじゃない人に分けて実施するという方向になる可能性は考えられないでしょうか。ありがとうございます。あの考えられないでしょうかって、よく考えられないことはないんだろうと思います。全てのことを考えるべきだと思います。で今おっしゃっていただいたようなその受けることによる 不安ということについては何度もいろんな方が指摘してくださっています。でこれを無視して結果を出すためにですね、あの何でもいいから受けろというような強制化はできないだろうし、これは常々私も申し上げていることです。ですから今後もちろん検査のやり方、今後の進め方についてはあの何ですかね、無駄を持ってあの臨むべきではないと思いますし、さまざまな方の意見を聞いてきちんと議論していくべきだろうとやはり思っています。ただ急激に舵を取ることが可能かどうかということもありますし、それによる影響を考えなきゃいけないので、軽々にこうすべきだ、あすべきだということにはならないと思いますが、そういう意見があることは承知してますし、それはきちんと聞くべきだろうと思っています。ありがとうございます。はい、他に質問ある方はよろしいでしょうか。2列目の一番端の方。すみません、フリーの和田と言いますが、あのちょっと県にお尋ねしたいんですけれども、3月の報道で明らかになった4歳以下の甲状腺がん患者が判明した件については、県はいつそれを把握されたんでしょうか。もう今日の話ですかね。それはあのちょっと分かりません。県の方で答えられればどうぞ。
県民健康調査課の鈴木でございます。4歳児の症例については診療情報にあたりますので県としては把握しておりません。あの医大から報告はなかったということですか？あくまでも報道ベースで知られたということですか？報道で、報道を見たということでございます。はい、他に質問ある方よろしいですか？であれば去年の12月に、福島県知事に国際専門家会議の提言を山下俊一副学長らが提出してますが、その中で4歳以下の甲状腺がんが見つからないことから放射線の影響が考えにくいということがあの理由の一つに挙げられてましたけれども、それは、医大で手術してるわけだから医大が知ってたわけですよね。それでそういった提言を県知事にするということは、それはあの 県民に対する背任行為になるんじゃないんですか？それに対して県は追及しないんですか？なんかあのちょっとよくわかりませんけど、あのなんか どうして背任になるか私には理解できませんが、県で答えられればどうぞ。あの検討委員会でも説明しましたように診療情報に当たる部分ですので、把握しておりません。いや、そういう質問ではなくてですね、していただいてよろしいでしょうか？すみません。あの医大があの4歳以下のがん患者を手術しているってことを12月より以前に把握しているにもかかわらず、県に4歳以下の甲状腺がん患者でないから放射線の影響はないというふうな、提言を提出しているわけですよね。それは要するにあの県も欺かれたってことなんですか？医大か。まあ、どう答えるんですかね、よく分かりません。あの本当申し訳ないですけど、まさに診療情報の開示の問題と報告の問題について、まさにこれからどうするのかというような議論だろうと僕はそう思ってますが、あのこれからまあそういうデータなりそういうことをできるだけ把握していくということの端緒になったというのは事実でしょうから、そういうふうに受け止めたいと私は思います。あの既に把握してたのに、それをあの12月の時点で県知事にあのそういう提言書を出しているというのはどういうことなんですか？まあ、あのちょっとその提言書の話は、まあ、今回あれ県に聞かれているから県が答えるべきじゃないですか？あのそうですか、聞かれてませんよ今。いや私があの預かることになってますからね、すいません。で県に言ったら県は診療情報だからと言ってお返しして、で今また来たので私はあのそうですって言っただけの話ですけどね。だからルール守ってくださいって、僕も守ってますからルール守りましょう、お願いします。はい、よろしい、はい、じゃあ県答えてください。県、はい、他に語れることがあればどうぞ。あの今社長から説明があった通りでございます。県はあくまでも医大が4歳以下のあのがん患者を把握してたにもかかわらず県に報告しなかったっていうことは放置するということなんですね。責任追及しないんですか？今日議論いただいた上でどういうふうな調査をするかというのはこれから検討してまいりたいと考えております。はい、他に時間が迫ってまいりましたので最後の質問にさせていただきたいと思います。まだ質問されてない方、じゃああちらから2人目報道ステーションの平野です。あの私も甲状腺がん症例の把握についてお聞きします。あの今日清水先生もこういう数字が明らかにならないと空論になりかねない、事実がわからないの何のためにこういう検討委員会やってるのかわからない、そこまで重要な話だと思います。そもそもあのこの検討員の健康調査の仕組みで経過観察になった後に次回検査までの間に、発症する可能性は容易に考えられる話で、それが保険診療になったからといって同じ先ほどの方と同じですけど県立医大でやってらっしゃる方々、指定されている方々の数字が出ないということは論理的におかしい話で、それは皆さん その清水先生もしくは星田町他の委員の方、これは知らなかったんですか？
いつ知られたんですか。この大きな数字が隠れているということについて、空論になる可能性があるほどの数字、大事な話だと思います。それ少なくとも星先生と清水先生にはお聞きしたいです。知らなかった、いつこの前の報道で知ったんですか。私は報道で知りました。で、ただその報告をすることがその義務だというのは、何に基づいて報告するのかというのは、ちょっともう私は理解できていませんが、今回、そういうルールを作っては、風味を作ってもらわないようにしましょうという端緒になったというふうに認識してますし、それを今後も集めなくていい、見向きもしなくていいなんて言ったつもりではないので、今後についてはそういうふうに私は考えています。ですから、私からお答えとするとそういうことです。清水先生、何かコメントがあればどうぞ。私も報道で知りました。関連です。そうするとですね、もう中間報告とか座長を抱えてますけども、4歳児以下云々の話、あれは検討委員会の発表でもいわきの方で一人出てますね。でその後この前の報道で4歳児以下の方が経過観察で出てたりすると、他にも出てる可能性ありますね。そういったような現実的な医大が持っているこのフローチャートでいうと、経過観察中に発症する可能性なんか科学者なら普通にあるという思うべきで、それが 別扱いになっていること自体が論理的におかしい。検討委員会の あるべき姿と全然違う。それで清水先生も今日発言があったと思いますけども、やっぱりそれは事実をつかむためには検討委員会が存在するべき意義としてね、星先生も一例おっしゃってる被爆の影響があるのかないのか、にはプライバシーの問題あると思います。でもそれは全すべて検討委員会の中で処理されている今のところ、それと同じ仕組みじゃないですか。県が今、県立医大が経過観察だからって言って出さなかった内容と、そのプライバシーの問題はもう解決されてるはずです。同じ話ですから。経過観察でやってるだけですから。少なくとも4歳児以下が何人ぐらいいるのか、もしくは何十人オーダーでそういった隠れた数字が県立医大にあるのか、それは早急に、検討委員会として把握されてほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。同じ枠組みじゃないかと言われてますけれども、我々との与えられた範囲というふうには私は理解しないで車まで来ています。少なくとも私はそれで今回の話を受けてですね、皆さんのご意見も伺いました。それでやっぱりそういうものも把握する必要があると。これから先、できるだけ漏れなく正しいプライバシーに配慮した上で集められるもの、そして嫌だというものを無理やりというようなことでない枠組み、どんな枠組みにすればできるだけ多くの人たちのそういうものを拾い上げられるかということについてしっかりと検討したいと思います。そのことは約束しました。そのことはこれから先きちんと議論することになりましょうし、そのデータを含めて分析をしなければ意味がありませんという発言もありました。私もそう思います。従いまして今後きちんとその評価をしていくという際には不可欠の条項の一つとして取り組んでいくことになると思いますので、これまでのことについて非難を受けるのは何ていうんですかね、仕方がないと思います。甘んじて受けますけれども、これから先そういった議論をするということについてはお約束をしましたので、先ほど言った通りでございます。はい、ありがとうございました。事前に申し上げました終了時刻となりましたので、本日の検討委員会の記者会見を終了させていただきます。すいません、ちょっと先ほどのガイドライン、厚労省のガイドラインの件で、一番新しい28年度版に関しては28ページに最小単位の原則で人口2000人未満の市区町村等では患者等の数を保持しないというふうになっています。以上です。以上で記者会見終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。